マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは普段ダイエット中にどんなおやつ召し上がっていらっしゃいますか？ついつい我慢しすぎて反動で、ああこんなもの食べなければよかった、自己嫌悪とかなっていませんか？その気持ちね、私もよくわかります。そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも安心しておいしく食べることができるおやつがわかるんですよ。あなたがダイエット中ね、今おやつ我慢してます、頑張ってます、でも時々やっぱり食べたくなっちゃうんですということであれば、ぜひ参考にしていただきたいと思います。ご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエット中におすすめの痩せるおやつということで、ランキング形式でお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜダイエットにおすすめなんでしょうか。2つ目、おすすめのおやつトップ3ということでお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜ今からご紹介するおやつがダイエット向きなのかというそのポイントは、ズバリ無添加だからなんですよね。もう残念ながらよくスーパーで見かけるおやつにはたくさんの添加物が入っています。そういった添加物を取ってしまわれますと、ご自身のですね、腸や肝臓がめちゃくちゃね疲れてしまうんですよね。もうただでさえ消化吸収しないといけないのに、プラスそういった余計なものをですね分解するのにもはぁはぁってこう疲れるわけですよ。そうするとせっかくあなたが召し上がったものがですね、ちゃんと消化吸収できないので、食べても食べても実は栄養不足になってしまっている可能性が増えてしまうわけですよね。結果代謝が落ちて太るわけです。なぜかというと、しっかりと栄養が取れないと痩せるホルモンのその作る材料がないのでですね、どんどん太ってしまうというね、負のスパイラル入ってしまいますが、ここすっごくね痩せるためにはポイントなんですよ。そして残念ながらほとんどのものにこの原材料を見てみてくださいね。調味料かっこアミノ酸等と書いてある、別ね、そのグルタミン酸ナトリウムというその化学調味料が入っているのが非常に多いんですよね。逆にもうこれが入っていないのを探す方が大変なんです。なので私もね、いろんなところに行って皆さんと一緒にねシェアできる美味しいおやつないかなって、もう毎回毎回ね手に取ってはこう、うんって見るんですけど、あもうこれもダメあれもダメってね何回も戻すのでね、ちょっと怪しい人になってるんですけれど、もうそんなこと構わずですね、もう絶対皆さんに届けたいと思って、自分自身も美味しく食べたいですし、皆さんにもどうかねそういう体に悪いもの、太ってしまうものを間違って食べていただきたくないなと思ってね、お店に今通っているわけです。そしてもう一つ気をつけたいことがあります。それはこちら、人工甘味料を使っているおやつですね。こちらも先ほどお伝えしました通り、腸や肝臓に非常に負担をかける、プラス甘さはですね、お砂糖の数百倍もあるものなんですよ。人工的に作ってますから、要はこう自然界にはないものですよね。でしかもカロリーが低いから、例えばチョコレートとか、いろんな甘いドリンクとかによく糖質ゼロとかカロリーオフとかありますよね。糖質がその何パーセントカットとか、そういったのはですね取ってしまうと脳が混乱するんですよね。お菓子こんなに甘いもの食べているのにもかかわらず、なんでカロリーが取れてないのと、おかしいと思って、どんどんあなたにですね、いや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 、もっとカロリー取りましょうよってね命令しちゃうんですよね。これ本当困ったことですよね。もうそんな命令がなければねいいんですけども、あなたはどんどんこういったものを取れば取るほど、抑えれば抑えるほど、実は甘いものめちゃくちゃ欲しくなっちゃうって、その悪いね方向に行くわけですよ。なのでまずは人工甘味料をやめましょうということです。そして注意していただきたいのが、じゃあそんなね人工甘味料一体どんなものがあるんですかということでご準備しました。注意、トップ5ということで、この5つはですね、特にアメリカとか日本の間では、認可されている、人工甘味料なんですけども、できる限りですね取っていただくないものです。サッカリン、
スクラロース、アセスルファムカリム、ここのカリムはね、K とかなってる場合もありますよね。あとアスパルテームとネオテーム、まあ、こういった要はカタカナ系で書いてあるものは何これっていうね、まあ、イコール自然界もないのが多いので、あなたもですね、今後おやつを買うときは原材料をここチェックしていただいて、こういったのが入ってないかな、調味料カッコアミノ酸などって書いてないかなっていうのをまずは覚えていただいてチェックしてから買ってみてくださいね。では2つ目の項目です。ダイエット中に安心して食べることができる無添加のおやつトップ3ということで、第3位から1位の順番でお伝えしていきますね。今回はコンビニのセブンイレブンさんで選んできました。まず第3位はこちらです。昆布を練り込んだ金の揚げおかきの塩味です。これすごいんですよ皆さん、見たことあります？このキラッキラのおかきね、国産原材料塩なんですよ。ここ見えにくいですよね。読み上げますね。新潟県産のもち米と沖縄県産の塩と北海道産の昆布と出汁を使ってくださっていて、これすごいですよね。で、普通の私のねお世話しているクライアントの方もおっしゃるんですが、先生私ね実はの甘いものよりもこういうおかき系が大好きで、もうやめられない、止まらないんですよって。もうあのガリガリとこう噛む食感とかがストレス発散になるし、もう何よりも美味しくってやめられないってね相談を受けるんですよね。で、それはですね実はこのおかき系ってですね、めちゃくちゃ人工か、あの化学調味料の方、あのアミノ酸などの方ですね、調味料かっこアミノ酸っていうあちらがめちゃくちゃ使われているものがねほとんどなんですよ。なのでこのおかきはそれがね使ってないってほんと奇跡っていうぐらいね、めったにないです。ですから原材料見た時にですね、その新潟県産のもち米と米油と昆布だし、昆布エキスに食塩、粉末昆布に刻み昆布に伝子にかつおだしっていうことで、もうこれだけしかね使わずに、まあ、作ってくださってるわけですよね。ではちょっと開けてみたいと思います。でこれすごく便利で、あのここにチャックがねついてますから、一度に食べなくてもこう湿気ずにね何日かに分けて食べることができますし、でまたねあのいかに、まあ、無添加といえども、これねあの第3位選んだ理由は、まあ、どうしてもねもち米ですからカロリーが高いんですよ。一気に食べちゃうとね、これ1袋 35g で 189kcal あるんですよね。なのでちょっとやっぱりねおかき好きの方、いやそうは言ってもちょっと食べたいなっていう時はね、ぜひその化学調味料がいっぱい入っているおかきを選ばずに、こういったね腸や肝臓に負担をかけないおかきをね選んでいただきたいなと思って選びました。あ、結構ね1個がかわいい大きさ、これぐらい見えますか。ではいただきます。もうサクサクふわふわのおかきです。ちょっとね硬いのがお好きな方は噛み応えがねちょっと足りないかなって思うかもしれませんが、本当にねサクサクふわふわの美味しい出汁のね風味、昆布の風味が広がるめちゃくちゃ美味しいおかきです。ぜひね、そうですね、まあ、2、3回に分けて召し上がっていただくと一番いい量かなと思います。はい、そして第2位はこちらです。かわいいでしょ。これ何かと言いますと、北海道産の小豆を使用したオクラ羊羹でございます。こちら1本あたり 56g で 154kcal でした。で他にもね何種類か見かけたんですけれども、あのなぜ今回これ選んだかというと、まあ、原材料名はもちろんねあの無添加で丸なんですが、その甘納豆がねちょっと入っているんですよね。だから普通練り羊羹とかこうプレーな羊羹というよりはこう甘納豆が入っているので、ちょっとこう小豆の感じがあるかなと思って選びました。ちょっと早速ね開けてみたいと思います。わー綺麗、見えますか、薄い紫の。わー綺麗ですね、ニュルニュルニュルとかね出てくるものです。ちょっとね
やっぱりね見にくいかな、こう透き通ってはいるんですが、中にねその甘納豆がこうつぶつぶでね入ってるそのかけらが見えるんですよね。と割っちゃおう。わあ、あった、いたいたいた、ここ小豆がね丸ごと入ってるんですよ。わあ、いただきます。あのこしあんの羊羹もねこう舌触りがこう滑らかで美味しいんですけれども、こちらの方が小豆が入っている関係でこうよくよくね歯ごたえがこう食感がいいので、よく噛むことで満腹中枢が刺激されて、あのお腹いっぱいになってますよってホルモンをね出しやすくしてくれますから。でこの大きさもいいですよね、まあ、1本あたりカロリーが154キロカロリーなんですけれども、おやつにはね、まあ、たまにはこういった甘いものも食べたいじゃないですか。その時に添加物たっぷりとか人工甘味料の甘さに走るのではなくて、こういったね自然の甘みですよね、こういったのを適量を、まあ、たまにはご自分のご褒美として召し上がるのもね丸だと思います。そして堂々の第1位はこちらです。栗本来のホクホク食感、有機栽培のむき甘栗になります。1袋あたり 60g 入っていて114kcal。 ここにねオーガニックスイーツチェスナーズって書いてあるんですけども、こうちゃんとね JAS マークもついてる認定の商品になります。でもちろんねもう原材料はこの有機栗のみなので、もうこれ完全に無添加ですよね。もう全くいろんな味付けもされていないというこれ栗本来の、まあ、味になりますし、もう何よりもね栗ってあの私大好きなんですよね、まあ、この秋のね食欲の秋ですけれども、こういったその素材そのものの味を楽しんで、まあ、それがおやつになったら一番いいなと思って選びました。でなんでまたこれを今回選んだかと言いますと、パッケージが小さめなんですよね。よく甘栗ってこんな大袋で、あの甘栗とか言って置いてません、ドンって。いやこれ全部食べたら食べ過ぎだなっていつも思うんですよ。でここもね開封後は当日中に召し上がってくださいってねここまで書いてるってことは、えじゃあ全部食べていいのって思いますよ、全部食べなきゃ。その時にですねやっぱりあの大袋買ってしまうとどう考えてもこれ食べ過ぎだなって思ったので、今回この栗ちゃんだともうね全部で何粒かな、6、7、8、8栗8ぐらい入ってる、もうちょうどいいんですよね量が。ですから、まあ、今までご紹介したおやつに比べたら一番カロリーも低いですし、もう完全に味を加えていない、もう栗そのものをね味わっていただけるなと思ったのと、やっぱタンパク質もねしっかり取れますから、もうぜひおすすめ。他のものもねタンパク質取れるんですけど、タンパク質量がやっぱり一番多いのもこの栗ですね。うん、1袋あたり 2.7、 羊羹が 2.0 でおかきが 1.6 だから、うん、やっぱりねあのダイエットに必要なタンパク質までこれ取れちゃいますから、ぜひね召し上がってみてください。よく私忙しい時はですねお昼ご飯はあの食べる時間ないと思ってもちょっとなんかエネルギー欲しいって思う時はこの甘栗ねパクパクって食べることもあります。では早速いただきます。この有機栗でめちゃくちゃ綺麗ですよ、割れてなくて綺麗です。もうホックホクでめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱりあの普通のまあ栗も美味しいんですが、これはね何といってもその有機栽培ですよね、された栗でもう一つ一つがもうピッカピカでねコロンコロンって生えてて、すごくねもう見てるだけで癒されますね。もう栗大好きです。なのであなたもねそういった添加物が入ったおやつではなくて、もうぜひこういったね有機栽培の甘栗をねおやつとして取り入れてみてくださいね。そして最後に痩せるおやつの食べ方ワンポイントアドバイスです。こちら1つ目、
食事の一部として食べる。これどういうことかというと、食事と食事の間に食べないっていうことなんですね。おやつが食べたいなって思うじゃないですか。でそれをね、どうしても間食として食べてしまうとやっぱりね、太りやすくなってしまうんですよね。やはり食べるたびに血糖値が上がる、その間に脂肪が溜め込む、で結局太るね、まあ、デブホルモンと呼ばれるインスリンがその出てしまう、その悪循環になりやすいので、食べてもいいけれども、もう食事の時間と一緒におやつも食べちゃう。これがね、痩せるポイントです。私もそうしてます。で2つ目、飲み物と一緒にです。特にね、温かい飲み物と一緒に召し上がってみてくださいね。それだけで満足度アップしますし、食べ過ぎ防止になります。3つ目、お皿に移して量を把握。これ大事ですよね、まあ、特にこういったね、おかき、ついついね、なんか長でこう食べてたら、あれ、もう空っぽってなんかないですか。なのでね、ちゃんと今日は4つだけとか3つだけとかお皿に移して、こういった条件と一緒に食べていただきますと、本当にね、ダイエット中でも楽しくおやつ食べたいじゃないですか。その時に変なおやつに走るのではなくて、こういったちゃんと腸活、無添加のおやつを召し上がってくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。